具ー地の一具チ地具ー地は、石川県白山鹿間清水町にある湧水である。別名不清水、釜池とも呼ばれている。名水百選の一つに指定されている。全国的にも珍しい溶血の湧水であり、指定天然記念物に指定されている。白山の火山活動による流門岩質岩盤が、手っ取り川の侵食により形成された、直径75センチメートル。 深さ2メートルの凹穴から湧き出しており、1年を通して1日の湧水量は30立方メートルである。凹穴湧水老婆が組みに行ったとされる、手っ取り渓谷昔、ある夏の暑い日、旅の僧が喉が渇いたので、立ち寄った家の老婆に、おばあさん、水を一杯くださらんか、と飲み水を所望された。老婆は嫌な顔もせずに、お坊様、しばらくお待ちください。 水を汲んでまいります。と言って、どこかに水を汲みに行きったきり戻ってこなかった、旅の僧が待ちくたびれた頃、ようやく汗をぬぐいながら、お坊様想像お召し上がりくださいませ。と水を差し出した。旅の僧は水を美味しそうに飲んだ後、おばあさん、具装のために随分遠くまで水を汲みに行ったようだが、どこまで行かれたのか。と老婆に尋ねたところ、白山川まで水を汲みに行きました。 それがどうかしましたかと答えた。老婆は、険しい渓谷を降りて、水を汲み上げたことを知った僧侶は、ありがたや、ありがたやと言って親切な対応のお礼に手を合わせ、しばらくそのあたりをじっと見渡し念じ、えいと声を発し尺上を円を描くようにぐるぐると、地面を掘り出した。すると、不思議なことに丸い釜のような形の池が現れ、冷たく清らかな水が、 コンコンと湧き出てきた。旅の僧は、この清水は、おばあさんが親切にしてくれた赤への、お礼です。ありがとう。と言い残しなも告げずどこかへ立ち去った。それを聞いた村人は名乗らずに行ったうを老婆に聞いた、釈上から空海と信じ、いつしか、愚法地と呼ぶようになったが、愚法の送り名を見だりに使うのは、大れ多いと地名は、ま清水となった。 鳥越村農村文化伝承監視療養約、石川県白山鹿間清水町発表順、ありがとうございます。